はようございます。講師の角本です。クッキングスクールリマが休校して早3ヶ月です。季節はめぐり6月になりました。6月といえば梅雨、梅雨といえば梅の時期です。今日は梅を紹介したいと思います。まず我が家の梅の木です。こちらです。小さい梅の木です。昨年植えました。横にゆらゆらしているのは春菊の花です。それではお部屋の中に入って梅干しを紹介したいと思います。それではお部屋の中で梅干しです。こちらが6年前につけた梅干しです。色が悪いので昨年またシソを入れました。こちらは亡くなったおばあちゃんがつけた70年くらい前の梅干しです。魔女のような飛躍のような梅干しになっています。塩分が 30% くらいです。塩が専売公社の塩しかなかったのでとても塩が吹いています。次にこの梅干しを使ったお料理です。おすすめは こちらの梅ご飯です。玄米に潰した梅を入れ炊きます。その後白ごまとこれから旬の青しそを混ぜました。梅干しはクエン酸を含み疲労回復にもつながりとてもいい食品です。夏にぴったりだと思います。ご飯があるとお汁が欲しくなります。次は梅干しを入れたお汁の紹介です。お椀を用意します。お椀に潰した梅干しと海苔、それからお醤油とお湯を用意します。これらをお椀の中に入れます。そしてお湯を注げばおすましの出来上がりです。最近見つけた優れものはこの帽子です。この帽子は網がついています。虫よけと言われていますが木の枝や刈った葉っぱが目に入らなくて便利です。ではかぶってみます。遠くを見たいときは上げることもできます。にっこりなさってくださった皆さん、にっこりすると免疫が増えると言われています。そのにっこりが世の中を明るくするように思います。コロナウイルスが収束したらクッキングスクールリマでご一緒に楽しさを探しましょう。お待ちしております。